に任せろ。バナロ島でティーチに敗れたエースは海軍に身柄を引き渡された。海軍はマニンフォードにてエースの公開処刑を行うと全世界に通達。海軍と大海賊白ひげの激突を予感し、世界中の人々が震撼する中、白ひげそしてエースの義弟ルフィがエース救出のためマリンフォードに現れた。Yeah!